indonesischen Tropen ein. Japan nicht der Asienmeister und dennoch sehen nicht wenige Pole rund 700 Kilometer südlich des Äquators. Von den Wolkenkratzern der Hauptstadt bis zu den entlegenen Küsten, die im Licht drin liegt. Indonesia! 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 ついに失点。ここまでよく耐えたな。やっぱり日本はアジアレベルじゃないわ。あと何点取られるんだ。The ball into the middle from Mitoma and Takumi Minamino. There to put the finishing touches on it. Strokes it in off the post. So 2-0. Oh, that is a terrible, terrible kick from the keeper. 後半まだ数分しか経ってないのにもうゴール。もう勘弁してください、日本兄貴。日本は強すぎる。もう神レベルだわ。日本に勝てると思った人いる？相手は日本だよ。Down! And he takes full advantage of the space hanging for. Here comes Sugawara. Substitute, no one closing him down. And he takes full advantage of the space handed to him. The defender's just backing off, and Sugawara goes, thank you very much, as he hammers it into the roof of the net to make it 4-0 now. まあ、もちろん得点を重ねてはいたものの、あの流れ的にインドネシアチームが素晴らしい立ち上がりを見せたんで、その上でその流れを断ち切ってほしいのと、相手も点が欲しいというので前がかりになるところで、そこをしっかり抑えること、そして前がかりになったところの裏のスペースについていくことという指示を受けたので、あの素晴らしい指示のおかげで点が取れたと思います。まあ、もちろん最終予選が始まってから自分自身悔しい思いを今日これまでしてきたし、今日だって自分がスタメンの名前になかった時はやっぱ悔しかったし、やっぱりそういう気持ちが僕の原動力になっていると思うし、もちろん何回もなんだろう自分に対して苛立ちというか、もちろん他の人に矢印を向けそうな時もありましたけど、やっぱりサッカー選手というのでピッチに立って自分を証明することが日頃の結果につながってくると思ってたんで、そういった意味で今日は途中から入ったら結果を残してでやろうっていう気持ちで入ったので、あのまずは結果を残してよかったことと、まあ、それまでしっかりサポートしてくれた人たち、まあ、監督も含め選手もそうですけど、あの本当に常に励ましてくれたし、僕のモチベーションを上げるための言葉をくれてたんで、あの本当に全員に感謝したいです。インタビュー見て泣いた。胸熱すぎる。これぞ真のプロフェッショナル。後輩たちからも尊敬されるだろうね。本当にかっこいいわ。永久保存したいインタビュー。子供にも若者にも聞いてほしい。大人の俺には心にしみる。Das ist der Doppelschlag für Japan. Minamino der Torschütze.